はい、どうもです。今回はですね、こちら、ティラピアっていう食材ですね。はい、ということで、まずは捕獲映像からご覧ください。俺の名前はマサル。どうしても野生のティラピアが食べたい男だ。そのために草やぶをかき分けているが、正直ハブが出ないか内心ヒヤヒヤだぜ。今日は食パンで狙っていきます。結構いい流れ込みを見つけました。ティラピアをね、食べたいんですけども、釣れるかな。今ちょっと引いた。合わせなきゃいけないですか、はい、お、来た。よし、あそこにかけないように。よいしょ、なんか釣れました。いたー。はい、こちらですね、ティラピアちゃんですね。おお、こいつら目回らないのかな。目回ったようですね。ティラピアです。このサイズか。一旦でもキープしておきましょう。おお、元気だな。よっしゃ、釣るぜい。取り合ってますね。あ、世界一蚊に刺される。ちょっとパンデカめでいきますわ。かかずに我慢すれば蚊は大丈夫ですから、サバイバルの時に学びました。もうかいたら終わり。かいたらずっと残るから、かかなかったら大丈夫。まあ、3分ぐらい耐えればかゆくなくなるんだよ。ぽいよ、ぽい。あ、来た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 。え、なんでちっちゃいの釣ってもしゃあないからな。なんかティラピアのちっちゃいのがいっぱいついてるんですけどね。え、待って、すっぽん。すっぽんにかけよう、すっぽん、すっぽんにかけよう、すっぽんにかけよう、すっぽんの首に。あれ、取れるんちゃうん。うわ、え、可愛いすっぽん。え、写真撮ろう、すっぽんが寝てる。ああ、俺らに気づいたな。え、今のすっぽんめっちゃでかかったよ。やば。うわー、くー。よいしょ。よっしゃ。釣るぜい。いや、にしてもあいつら何食ってんだろう。おぞましいほど汚いものを食べてることには間違いはないんですが、何を食べてるんでしょうね。いやー、釣りたい。ほぼ完璧な位置取りじゃない？これで釣れなかったらもうおかしいよ。うくぱくたくたくたうくぱくたくたくた。あー、釣れた。結構しかもでかいぞ。え、待って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 。あ、お、俺が釣った。食べたかった。ティラピアちゃんじゃないか。やった。ティラピアちゃんだ。やばい。嬉しすぎてちゃん付けしてしまってるけど、重すぎて上がらん。せーの。よいしょ。ティラピアちゃん釣れた。やったー。でか、ティラピアちゃんや。よっしゃー。でかっ。やば、でかっ。でかいですね。これが欲しかったんですよ、ずっと。うわー、嬉しい。これをですね、胴抜きして唐揚げにして食べると、バカほどうまいんですよ。まあなんかここね、ちょっと明らかに下水で、どう考えてもおぞましいものを食べてるはずなんで、泥抜きしてから食べましょうか。よかった、釣れた。マジギリだった。今19時。じゃあ、泥抜きします。はい、ということでですね、沖縄からティラピアを持ち帰ってきたんですけども、なんとね、搬送中にね、お亡くなりになってしまいました。川魚なんですけども、基本的に清流とかにいるようなヤマメとかアユみたいな、ああいう綺麗なところに生息している魚じゃなくて、下流の方、まあああいう濁ってる川にいる川魚はですね、1週間から2週間、綺麗な水で泥抜きっていう作業をしないと、まずくて食えたもんじゃないんですね。そしてですね、まあ、流れ込みの場所で俺ら釣ってたやん。あそこおそらくね、下水垂れ流してますね。日本のシステムですと、下水処理場で処理しきれなかった汚水はどうなるのかと言いますと、そのまま川か海に流されます。まあ、これ8年前の話なんですけども、まあ、僕大学1年生でね、東京海洋大学の授業を受けてまして、教授がこう明言しておりました。東京で出る下水の量は、東京の下水処理能力をはるかに上回っていると。そこでですね、東京では3日に1回、普通に下水を垂れ流してる日があると、教授が明言しておりました。今は知りませんけども。っていう感じでね、濁ってる川はね、ガチでやばいんでね、皆さん気をつけましょうということで、そんな下水にまみれたティラピアの泥抜きしきれなかった答え、見ていきましょうか。下水、抜ききれなかった。はい、こちらがティラピアですね。ほら、汁がですね、もう、抹茶色ですね。ちなみにこのティラティラはバケツで生かしてたんですけど、バケツの中の綺麗な水がブラックコーヒーと同じ色になってました。そのぐらいやばいです。ちょっと匂っていいかな。お水なんで細菌とか普通についてると思うんで、鼻につけたらやばい。匂ってます。おおー、なるほどね。あー、臭いよだれの匂いがします。この人タバコ吸ってないけど息くっさいなっていう人の息の匂いがしますね。やっぱりね、人間の排泄物とかが混ざったものを食べてる魚なんで、一番嫌な匂いですね。サポニンとかはさ、ザ毒っていうようなね、匂いがするんですけど、こいつに関してはシンプルに人間から出る嫌な匂いを圧縮した匂いがする。さてこいつですけどもね、4年前ね、泥の息も何もせずにね、普通に食べた時びっくりしましたね。世の中こんなまずい魚がいるんやと。ただですね、まあ、島にもティラピアいるんですけど、島でティラピアを取って2週間泥抜きをした時、なんだここまでうまい川魚っているんやっていうぐらい、本当はね、美味しい魚なんですよ。今日は非常に不愉快な匂いがするお魚なんですけども、まあ、俺も調理の腕を上げたということで美味しく振る舞いましょう。さて今から鱗取りをするが、絶対に口を開けたらダメだ。口の中に鱗が入ったら絶対に腹を壊す。よし、気合を入れていきましょう。あー、くっさ。ちょっと洗おう。ただなぜでしょうね、このあんなにガブガブ下水を飲んでたのに体は結構痩せてるんですよね。とりあえず鱗を取っていきましょう。あ、飛ぶタイプの鱗だ。飛ぶタイプの鱗はこうやってやるとバカ飛ぶんで、なるべく上下運動ですね。そうすると飛ばずにいけます。ちょっと時間かかりますけどね。はい、そしたら鱗がきれいに取れましたんで、頭を落としていきます。絶対に内臓を傷つけてはダメです。やっば内臓を傷つけるとかいうレベルじゃない。傷つけてないのに。あー、やばいやばいやばい、こんな色の液体見たことない。血じゃないですから YouTube さん、これはお水です。人間のお水を摂取し続けた魚の末路ですよ。よいしょ。すごい内臓をしておりますね。固形物とかを食べてる感じないんで、本当にお水の有機物を取り込んで、その有機物をもとにね、生命活動をしているんでしょうね。どんぐらい臭いですか？人糞と一緒。まあそんな感じですねまあでも臭い界の中で言うと、まあいい匂いの方ですね。さて洗っていきましょう。ちなみに臭い魚をもし食べる際はですね、最強の食べ方があります。鼻をつまむことです。ただですね、食べた後胃袋からもしっかり匂いは上がってくるんで、食べた後3時間胃からいなくなるまでですね、鼻息を止めなきゃいけないんですね。ティラピアのポテンシャルはエグいんですよ、マジで。今まで食った魚の中でもトップレベルに美味しい。唐揚げにすれば。そしたら血合いを洗い流していきます。 OK、はい、これ見てください。これハラミなんですけど、これ大トロ並みに脂乗ってますよ。はい、そしたら三枚おろしにしていきます。で反対側いきましょう。さばきやすっ。そしたら反対側ですね。これね、身はすごいね綺麗なんですけど、やっぱね、この内臓の部分、ここドブですね。深海魚とかだとこの腹膜が黒かったりするんですけど、川魚は本来この色ではないですからね、とてつもない色をしています。はい、そしたら腹骨を落としていきましょう。あ、やばいな、これめっちゃ臭い。こういう臭い魚の腹、これはもうね、手を出したらダメです。なので食べません。今みんななので食べますを期待したと思う。食べませんの場合もありますから。そしたらですね、ここから皮を引いていきましょう。臭い魚は皮目が臭いですからね、しっかり引いていきましょうね。もうこれ臭い魚、特にねこの血合いも臭いんで、なるべくこのぐらいね血合いだけ残した感じに引けるといいです。あ、やばい、ちょっと残ってる。 OK、 はい身はこんな感じでございます。やっぱちょっと川魚っぽいね、白っぽい感じが、この白濁してる感じがちょっと川魚っぽい感じがしますよね。基本的に川魚は刺身では食べれませんので、皆さんね命に関わるんでね僕も食べません。それではねちょっと料理を考えていくんですけども、一旦ちょっと身を匂ってみます。ここまでして臭くなかったらそんな下処理をする必要がないんですよ。下処理をしましょうということで、今日はテラピアのフライタルタルソースを添えてを作っていきましょう。魚って揚げたら基本的には匂いがだいぶ飛ぶんで、臭い魚を調理する時にもってこいの方法なんですけど、それだけでは絶対に落としきれないほど臭いんで、まずは洗いをやりましょう。洗い用に氷を用意しました。でここに水を入れていきます。そして塩ですね。これは魚の体内の塩分濃度よりも高いように、ね、塩を入れてあげると、浸透圧との問題で魚の身からね水が出ていくんで、その水と一緒にですね臭みが抜けていくといった調理方法になっております。30分つけていきましょう。お、でもすごい油めっちゃ浮いてる。はい、それでは30分待っていきましょう。はい、それでは30分経ったんで取り出していきましょう。お、かなりね身が締まりましたね。はい、それではですね、ここ血合い骨が入ってますんで、血合い骨を落としていきましょう。僕はね黄金エースにね憧れて、ずっとねでかいまま食べるのがね正解だと思ってたんですけど、やっぱりね骨も一切なくなっている一口サイズの料理が好きですね。僕はやっぱでかいまま調理するとね火の通りも良くないし、あとね食べづらい。 OK、はい、そしたら一口サイズに切っていきましょう。めっちゃ美味しそうや、身は。そう、ティラピアねポテンシャル高いんですよ。これで匂いが取れてれば食感はね抜群なんで、俺が前食べたティラピアはどのハンバーガー屋さんのフィロフィッシュよりも美味しかったね。そんぐらいね美味しい。2000円のハンバーガーとかよりも全然美味しいぐらい、こいつはポテンシャルあります。ただ我々人間の排泄物を大変好んで食べているようでしたね。OK、 はい、そうしましたらフライを作っていきましょう。パン粉、小麦粉、卵ですね。あれ、卵がちゃんと割れない。はい、小麦粉でパン粉ですね。はい、そしたらもうめんどくさいんで全部すれていきましょう。これでまた女性ファンが減りましたね。今もう男の中の男しか見なくなるチャンネルにまたなっていってますね。はい、そしたらタルタルソースを作っていきましょう。まずは用意していたゆで卵ですね。タルタルソースのゆで卵はねぐしゃぐしゃにするんで、綺麗に剥くとか関係ない。ぐしゃぐしゃになっても何の問題もないですね。そしたら玉ねぎですね。まあ赤い玉ねぎを選んでるんですけど、別に赤くても白くてもいいですよ。あんまり辛くない玉ねぎをね選んだ方がいいのかなと思いますけども、玉ねぎのね食感とね香りでですね、まあ、大抵の魚の匂いはね消し飛びます。美味しくないね馬刺しとかもねスライスした玉ねぎと食うと結構美味しかったりしますからね。はい、ではみじん切りにしていきましょう。結構ざっくりした感じで大丈夫ですね。食感を楽しみたい人はね結構大きめに、食感をそこまで重視しない人はちっちゃめで。で玉ねぎ、マヨネーズ、ブラックペッパーで香りづけにオリーブオイル入れときましょう。じゃあこれをぐしゃぐしゃと潰していきます。そうすると完成します。魚のフライをタルタルソースで食べるときはね、市販のじゃなくてねぜひ自分でね作って食べてみてほしい。超簡単だけど自分で作った方が全然この玉ねぎのシャキシャキ感とか全く違いますから。 OK、 完成、着火セット。では油を入れていきましょう。それでは持っていきましょうか。フィッシュ&チップス、イギリスブリティッシュな感じで、イギリスの人はこんな透明な皿にのせてるイメージ全くないけどな。うわ、でもめっちゃ美味しそうやん。ちょっとモリモリにしましょう。でこの上からタルタルソース。パセリも入れときましょう。はい、完成です。はい、それではいただきます。さて、このティラピアが美味しかったならば、もう多分どのティラピアもこの調理方法で美味しく食べれると思う。それぐらいに臭い個体のティラピアだった。怖いな。じゃあ怖っ、いただきます。うまい。ネタっぽく言ったんですけど、めちゃめちゃうまい。うん。これ全然、どこのバーガー屋さんでも提供されるレベルではないな、これ。普通に、むちゃくちゃうまい。匂いに関してはね、ほぼ感じなかったな。でもちょっとタルタルなしでもいってみましょう。こっちは匂い感じるんじゃないかな。若干用水路を感じるんですけど、もう言われなきゃ気づかないレベルかなって感じですね。これうまいな。食感がね、とにかく美味しいです。ほとんどの海の魚とは違って、みずみずしい食感で、身がすごいほぐれやすくて、口の中でホロホロってほどけるんで、バンズとかと合わせたら最高ですね。うん。てか、フライに最適な魚です。めちゃくちゃ美味しい。で、タルタルとめっちゃ合う。うまっ！ブダイのフライがうまいとか、いろんなフライ作ってきたけど、今まで食ったフライの中で一番うまい、その表現が適切なのかもしれない。マクドナルドさん、ぜひフィッシュバーガーにティラピアを対応してください。ティラピアバーガーやったら俺めっちゃ頼みに行くわ。島にマックないけど、コンビニもないけど。で、魚自体の油が臭いのかなと思ってたんですけど、ちょっと大げさすぎるかもしれないけど、バターみたいな油の味がしますね。ものすごく美味しいです。まあ人間のね、汚いものをバクバクと食べ、育ったこの子たちですけども、やっぱりね、うんこだろうが、死骸だろうが、なんだろうが、結局、同じアミノ酸から構成された何かしらのタンパク質なんでね、結局アミノ酸まで分解して、それを吸収したならば、家庭は関係ないんですよ。そう言い聞かせましょう。そうしないと俺が、うんこを食べれる人になってしまう。はい、ということで、ごちそうさまでした。いやー、こんなティラピアの美味しさ広めてしまったら、沖縄からティラピアがいなくなるかもしれんな。そんなことはないか。そんぐらいいますから、ティラピアかね、僧侶か、プレコか、はい、ぜひ見てみてください。ただね、ティラピアね、釣るの難しいですね。ちっちゃいティラピアたくさん釣れるんですけど、こういうね、大型のティラピアはね、なかなか警戒心があって食いつかないんで、この大型ティラピアだけを狙う方法あればね、皆さんね、ぜひ教えてください。これを釣るまでに5時間かかりましたから。はい。次はもっと効率的に取れたらいいなと思います。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。腹減ったなぁ。そういえば、やばい漁師にもらったやつ、美味しいのかなぁ。なんだこの紙応えは、硬さが上下を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで振らないだって。ダイエット中の私を食べれるの最高すぎる。美味しい。